声優野沢雅子モノマネで大注目のアイデンティティ、今回はあの大物とスペシャルコラボ。迷子センターで一体何が起きる、ああ困ったな、健太どこ行っちゃったんだろうな、と迷子センターで呼び出してもらうしかないな。ガチャ、すいません、なんかあったんかね。いや、あの5歳の息子が迷子になっちゃったんですけど。5歳の息子が迷子、そりゃ一大事だな。鉛がすごいな。いや、野沢雅子さんですよね。なんだおめえ、俺らのこと知ってるんか、はい、ぶっ殺すぞ。いや、辛いな。いやでも本物だよ。すみません、もしよかったらあの野沢さんがやってた初代ゲゲゲの鬼太郎のセリフお願いしてもいいですか。おめえよく知ってんな。いや、僕大好きなんですよ。お願いします。父さん、ベーシックするって本当ですか。そんなセリフねえだろ。あいつほぼ目玉だぞ。ごめん、あのそれより息子どうしたんだ。あ、そうそう、ちょっと息子とはぐれちゃって、あのアナウンスしてもらってもいいですか。よっしゃ、行ってやってみっか。いや大丈夫かなこの人。 いきなり4階子供服売り場よ、5階婦人服売り場よ、そしてこのデパートにいる全てのみんな、オラに情報をあげてくれ。道筋を固めますね。元気玉みたいなアナウンスすんなよ。いや、情報だったら僕に聞いてください。もうそうだったんか、はい、じゃあ教えてくれよ。はい、息子の健太は身長110センチぐらいで、あの坊主頭にオレンジ色の服着てます。坊主頭にオレンジ色の服。え、クリリンのことか。クリリンのことじゃねえわ、健太のことだよ。ちょっとあんた話になんない。ちょっと他の人のやつが変わってくださいよ。仕方ねえな。なんすか。絶対見つけてくるよな。次回僕みたいに言うなよ。大丈夫かおい。あー、代わりの人ですか。すいません、ちょっとうちの息子が迷子になっちゃって。迷子、はい、冒険の匂いがプンプンするぞ。未来の海賊王のクルーがよ、情けねえ顔すんじゃねえ。ルフィ。え、ルフィの声やってる田中真由美さんっすか。宴だ。いや、宴したいのもやっていいですかね。息子の情報をくれ。あ、はい、うちの息子の健太は身長110センチぐらいで、坊主頭にオレンジ色の服着てます。ゴムゴムのガトリング。何やってんすか、ちょっと何をやってんすか。迷子センターを俺はなる。こいつの話になんねえな。でも責任者出してください。もう一番偉いと。おい、責任者。なんか不手際あった。いや、あんた責任者か。おい、もう全然健太見つかんないじゃないですか。そんなはずねえだろ。あ、ずっと目の前にいるじゃねえか。どこっすか。悟空クリリン。いや、声優さん一緒だけど。いや、クリリンじゃなくてケンタ探してんすよ。果たして見つかるのであろうか。いや、ナレーションあんたじゃねえだろ。